老師に命じられライブラのクロスを届けに来たシルバーセインとオピクスのシャイナ。シャイナは一路ポセイドン神殿へと向かった。こうなったらポセイドンを引っ捕まえて奴自身にアテナを救わせてやる。ポセイドンといえども所詮元は海将王のお坊ちゃん。何の戦闘訓練を受けたわけではない。このシャイナ一人で組み伏せてやるさ。いたね、ポセイドン。ここまでビッグなコスモがアテナ以外に。おお、たかが人間が神と戦うつもりか。はいと、どうかしてくれ。なんという強大無比なコスモ。ここまでビッグなコスモがアテナ以外から感じたこともなかった。お前は誰だ。くたばりな、ハチサンダー。くっ、偉大な力はまさしく海王ポセイドン。ジュリアンソルは神の神、神そのものになっている。お前もアテナを救いに来たセイントに問われた。たった一人の仲間だ。たまりな、たまりな。ポセイドン、お前の首は私がもらうよ。サンダー、明日まで神に立ち向かう。そろそろ気は済んだ。聖夜たちが倒れた今、まだまだだよ。動けるのはシャイナ一人。なんとしてでも全部救わない。この世は闇になってしまう。負けるわけにはいかない。落ちろ。まだまだだよ。勝てる相手じゃない。蛇の木が私は背を受けたのだ。今こそ神の怒りを受けろ。サンダー、甘く見るんじゃないよ。ウィナー。聖夜、できたよ。私にもこれが真のセイントの実力ってやつさ。お前ごときの力で神に立ち向かうとは愚かな。体が動かない。金縛りにでもあったかのようだ。立ち去れ、女。ここはお前のようなものが来るところではない。私の技が一切通じていない。だがここまで来ておめおめと引き下がれるか。ポセイドン、お前に一種報えるまでは。去らぬとあらば命を落とすことになるぞ。なんだ、今度は体中の力が抜けてゆく。いや、力だけではなく全てが、命そのものが吸い取られていくようだ。あ、これが神の力か。